はい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 。里崎さんが、ショート坂本にした方がいいんじゃないかっていうことを動画に上げていらっしゃったんですけど、ちょっと僕は、そうは思わないんですよね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっとね、里崎さんっていらっしゃるじゃないですか。すごい、元千葉ロッテマリーンズのね、まあ、YouTube もたくさん見られてる方いらっしゃると思うんですけども、まあ、その里崎さんがですね、まあ、ジャイアンツの今のね、現状を振り返りながら、まあ、その、分析するっていう動画をね、上げてらっしゃって、その時にですね、まあ、ちょっとショート、遊撃というかね、ショートをですね、坂本選手、戻した方がいいんじゃないか、っていう、ことを言ってらっしゃったんで、それに対して僕の意見というか、まあ、ちょっと批判的な、意見になるのかもしれないですけども、ちょっとね、それについての、動画をね、撮らせていただこうかな、というふうに思ってます。はい。まず、里崎さんがね、どういうことを言ってたかっていうところなんですけど、まあ、実際ね、ショート、今、ジャイアンツ、守ってるのって、伊豆口選手であったりとか、まあ、門脇選手っていうところが、まあね、守ってることが多い。ほとんど、まあ、その二人が守ってると思うんですけど、まあ、実際その成績とか見ていくと、まあ、門脇選手、伊豆口選手もね、まあ、伊豆口選手も多いかな、最近出てるのね。まあ、成績、まあ、打撃というところで見ると、あんま良くないじゃないですか。正直言うと。うん。で、まあ、門脇選手もレギュラーというふうに公約、確約されてたけども、まあ、あまり振るわないというところで、まあ、今年新人のね、伊豆口選手に、まあ、少し出場機会を奪われてるという形になってるじゃないですか。まあ、不甲斐ない形になってるじゃないですか。で、まあ、そういった現状があって、なおかつ、まあ、大城選手が今ファーストで出てて、まあ、打撃の調子がいいと。で、まあ、サード、岡本選手もね、もともとサード守ってて、まあ、しっかりハマってるというところで、まあ、キャッチャー、岸田選手も使いたいっていうところで、じゃあ、ショートに坂本選手を入れたら、全部うまく回るんじゃないかっていうのが、まあ、里崎さんの意見なんですよね。で、もちろん、それはそうだと思います。そんなんね、まあ、僕、まあ、こんなこと言ったらあれだけど、まあ、ジャイアンツの、動画をね、毎日出させてもらってる中で、そんなことなんかは、もう、とうに、思いついてるわけで、思いついてるというか、分かってるわけですよ。うん、正直ね。うん、そんな、ね、戻したらめちゃくちゃうまくはまるやんって、思ってたんですよ、正直ね。だけど、それを動画に撮らなかったっていうのは、やはり、まあ、坂本さんのショートからサードになった、いきさつというかね、なんて経緯が僕は、あって言ってなかったんですよ。どういうことかっていうと、やはり坂本選手もね、まあ年齢を重ねてきて、まあ体力的にね、ショートっていうところは非常に、ハードワークしないといけない、ポジションなんで、まあ年のことも考えたりとか、まあいつまでも坂本におんぶに抱っこできないからね、うん。っていうところで若手も育てていきたい。で、なおかつ坂本選手がね、3000本安打打つためには、守備の軽減がね、あった方がいいとか、そういったところがあって、サードにね、転向したと思うんですよ。まあ、去年のね、門脇選手が途中から入ってきて、ショートでね、いいプレーをしたりとかっていう、そういったところもありましたけども、そういったところで、まあ、いろんな考慮があってね、考慮というか、いろんなこう、経緯があって、サードに行ったと思うんですよね。で、まあ、ほんまの理想で言ったら、門脇選手が、去年のね、続きで、めちゃくちゃいい活躍をね、ショートでしてくれてっていうところが、一番良かったと思うんだけど、まあ、実際ね、そうはなってないと、現実ね。だったら、坂本をショートに回したらいいんじゃないかって、もう一回戻したらいいんじゃないかって、それは、僕は安易すぎるというか、安直すぎると思うんですよね。ただ、今年だけのね、優勝というか、まあ今ジャイアンツね、めちゃくちゃ今周囲にいて調子がいいわけですけども、今年だけを見たら、坂本選手ね、ショートに回した方が、それは多分勝てると思います。なぜかというと、門脇選手だったりとか、伊豆口選手よりも坂本選手の方がいい選手だし、実際ね、その二人よりも、坂本選手の方が打撃の期待値、成績を出してくれる確率が高いっていうのは間違いないからね、絶対そっちの方がチームとしては、
うまく回る、うまく回るというか、みんながこうね、いい形で回っていくと思います。ただ、今後のことを考えたときに、またこれ、ショートに戻して、どうすんねんと。うん。じゃあ来年またサードにするのかとか、坂本も いつまでショートできるかわからんぞっていう話になってくるんで、だったら、今年ね、まあ、門脇選手とか泉口選手、あまり良くないかもしれない。まだね。だけども、僕は、ショートに戻さずに、ショートを戻さずにね、サードのままやって、その二人を育ててって来年以降ね、どっちがレギュラーになるかわからないですけど、そういった形で、運用していく方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ただ今年だけ見たら、それはどう考えてもショート坂本にした方が、強いに決まってるよ。そのどう考えてもね。ただ、本当にそれでいいのかなって、来年以降ね、本当に考えた時に、チームとして、チームを長期的に見た時に、ジャイアンツが、長期的に勝っていけるチームを作っていくというところを見た時に、じゃあ果たしてそれが最善なのかと言われたら、僕は疑問符というかね、ハテナが浮かぶんで、今日はね、里崎選手、里崎さんの意見にちょっとこう反対というか、まあ考え方の違いだと思うんですけども、そういったところを言わせてもらおうかなっていうふうに思いました。で、実際ね、昔振り返っていくと、まあ、原監督の時かな、安倍さんがね、選手のまだ、やられてる時に、キャッチャー復帰 99% ないですよっていう風に言われてた時あったじゃないですか。だけども、安倍さんね、キャッチャーに復帰したりとか、そういったことありましたと。で、そういった経緯もあるんで、まあ、坂本選手が絶対にね、ショートに戻らないかって言われたら、僕はそうではないと思うんですけども、まあね、去年までやってたんで、ショートをね。で、サードも、まあ、運動量がショートから少ないとは言えね、ちゃんと毎日ノックも受けてるし、動いてるんでね、まあ、おそらくショート守れると思うんですよね。1年、2年離れたわけじゃないんでね。だけども、それが果たして、本当にいいのかっていうところ、長期的に見たときにいいのかっていうところを考えると僕はそうではないんで、門脇選手であったりとか、伊豆口選手とか、ちょっとね、弱いかもしれない。今で言ったら、戦力的にちょっとこう、まあ、いわゆる穴というか、ちょっとこう、まあちょっと弱いなっていうふうに言われても仕方ないかもしれないけども、実際、その選手ね、若い力なんで、そこを育てていくっていうことは僕は大事だと思うし、ショートに坂本選手を戻すってことは、やらない方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見です。じゃあ、もしですよ、もし坂本選手がショートに戻った時にどうなるかって言ったら、まあサード岡本選手になって、ショート坂本選手になって、セカンド直樹さんで、ファーストが大城選手で、まあキャッチャーが岸田選手というね、布陣に僕おそらくなると思うんですけど、その時に、じゃあ例えば門脇選手であったか、伊豆口選手であったりとか、ココモンテス選手ね、入ってきますけど、どういう起用になるかっていうところなんですが、まあおそらく門脇選手であったりとか、伊豆口選手はまあ、守備固めであったりとかっていうところ、まあ、坂本選手が途中で欠場した時に出たりとかする形になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、ココモンテス選手も、まあ、どうなるかわからない。どこまで打つかわからないんで、どうなるかわからないですけど、まあ、代打であったりとか、もしかしたら、まあ、ショートであったりとかっていうところに入るのかもしれないけども、でも坂本さんが状態良ければね、もしショートに戻したんだとしたら、ココモンテス選手もね、出る幕がないというか、出るところがないんでね、正直。だから、ほんまで言ったらね、レフトの選手がね、いたら、外国人、ココモンテス選手がもし、レフトを守れたらね、非常に面白いと思うんだけど、でも実際にポジションは内野手というところなんで、まあ、せっかく取ったんだけども、もし坂本選手がショートに戻るんだったら、バックアップっていう形になると思うんですよね。セカンド、吉川選手を動かさないと思うし、サードもね、岡本選手が守るんだったら4番なんでね、絶対動かさないと思うので、そういったところで、まあ、ココモンテス選手とっても、なんかその、坂本選手をショートに戻すんだったら、出る幕っていうのがめちゃくちゃ少なくなるんじゃないかな、っていうふうに思うんですよね。まあね、僕、まあ、毎日ジャイアンツ戦見てて、まあ、いろいろ考察しながら動画撮ってるわけですけど、僕の意見としては、何度も言うようですけど、ショートに坂本選手を戻さない方がいい。うん。戻した方が今年絶対勝てる。うん。優勝できる可能性もあるんだけど、でもほんまに数年スパンというか、長期的に見た時に本当にそれがいいのかって言われたら僕はそうは思わないんで、
だったら、出口選手、門脇選手を育てていくというか、しっかり、自立させていくっていうことの方が大事だと思うし、その選手たちがちょっと弱いんであれば、カズマであったりとか、大城さんであったりとか、直樹さんもそうだし、みんなでね、カバーしていく、打力というところで言ったらね、カバーしていくってことが僕は大切なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、そんな感じでですね、今日は佐々木さんの意見について、ちょっとまあ批判というか、批判でもないんだけど、まあ考え方の違いだと思うんだけど、まあちょっとね、反対意見を言わせていただきました。まあね、まあ皆さんいろいろ意見あると思いますし、僕はこういうスタンスで、長期的にジャイアンツが勝っていくためにはというかね、いいチームになっていくためにはという観点でお話しさせていただくと、坂本選手をショートに、戻すべきではないという結論に至りました。皆さんもね、いろいろ意見あると思いますんで、ぜひね、意見ある方はですね、どしどしね、コメント欄で、よろしくお願いします。そんな感じで今日、お疲れ様です。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はありがとうございます。じゃあね、バイバイ。